薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？察しの悪いガキだ。犯罪者を守る法なんて、ここにはないんだよ！非暴に脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は地検特捜部の新島です。検察。いいから通して、緊急です。被疑者にどうして。新島さん、もうあんたに。それに新島さえ検事ですか。たった今さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。あ、時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。よくここまで来た。長く険しい階層を経たあなたは、薬とやらの効果が千載一遇の機会だ。あなたを亡き者にせんとする者の、この理不尽なゲームに勝ちたいのなら、奪われた未来を取り返したいのなら、仲間との絆を思い出し、起死回生の真実をつかむのだ。
なるほど。それが正義のヒーローの顛末にしては未だに信じられないけど、聞き足りないことだらけだけど、一つ取引しない？協力してくれたら。事件の責任者として私には解決する義務がある。そちらは作戦が筒抜けで私の改心にも失敗。君は国の秩序を回覧し、国家の存立に対する暴動を、おそらく死刑または無期禁錮よ。取引に応じなければあなたは終わり。事件の周辺や君の近くにいた人物をこれから怪盗団に関与しているか正直に答え。まず転校初日から一緒にいた友人、鴨志田事件の被害者斑目一流斎、一色若葉の娘奥村フーズの社、それと囚人学園怪盗団事件。仲間は売らないってこと。高校生だけで、仲間の他にも君をそそのかして。繰り返しになるけれど、休憩の軽減がなければ君、メンバー以外にも話してもらえるか。メンバーも協力者も自分の立場が今どの、あと一人確認させて。彼が怪盗団と行動を共にしていた。まさか彼も。明智五郎は仲間ではなかった。いいでしょう。要するに後に及んで、まだ正義のヒーローキッド。普通に考えて、仲間は君をこのまま差し出して、なぜ仲間の、ふざけないで。正義なら聞かせて。誰かを助け、ずいぶん単、どこまでもつ、そうよ、ろくにないわ。こんなおとぎ話みたい。でも人が、お、真実か。この後に及んで、聞いてる？自白剤の副作用も切れる頃よ。聞こえてなきゃあのリアクションはない。ねえ、聞こえてるのよね。ずいぶん意識のけど、ザ、なかなか面白い話だったけど、え、一体何なの。ええ、そうよ、結構の尋問だって。調べてくれるって言って、新島が言ってたんだよな。特別尋問室。よし、ならそこにおびき寄せるで、いけそうな感じだな。ねえ、ねえ、聞いて。もう時間なの。さようなら。な、仕事だからよ。いいわ、どうしても気になっていること。私は捜査の陣頭指揮から外され、しばらくして君の逮捕の連絡。奇妙な現象の中での現、それしか聞かされ。お前は売られたんだって。それが本当なら誰に。我が輩の睨んだ通りだったな。にしてもあいつ、我が輩たちを売ろうって腹だったとは。そしたらあとはうまく渡すだけだな。お前にかかってるぜ、リーダー。スマホだよ。ス
マホを怪しまれずに渡す。口で最後の取引頼ん。どうしたの？もしかして心当たりがある？ええ、いい。知ってることがあるならは。君のこの相当複雑なロックがかかってると聞いて、このスマホ君がここで解除し、寝かしといてやろうぜ。例のアプリの用意で、あとはやつにこのスマホ。そうだ、裏切り者の真犯人に見せてやるんだ。ちょっと、さっきからな、このスマホが裏切り者。署内の尋問室で看守のピストルを奪い、獄中自殺でどうです？初日は公安直々の取り調べだそうで、これで大勢を廃人化させた今日。お願いよ、はっきり言って。仲間じゃない、まさか彼に。死ん、何を企ら、さすがに私がこの時いいわ、君のまっすぐなその目、その目にかけ見せるだけでいいの。我は何時、絆は反逆、今こそ何時、審判の窮地。よしよし。なぜ踊る？この死体、捜査責任者の指揮を取ったって意味では、陣頭指揮の際、僕にだってあなたが。なんて。それにしても、こん多少荒っぽいことも。あなた確か怪盗団以外に犯人がいる。そ、あれは怪盗団をはめるための嘘ですが。ああ、すみません、サエさんも騙したんでした。敵を欺くにはまず味方から。あなただったのね、内通して怪盗団を撃ったの。はっきり言って。まさか彼に何か問題。ねえ明智君、このスマホに見覚えは？この携帯、怪盗団のリーダーのもの、取り調べに必要でしょ？僕には必要ありません。怪盗団と行動を。そうね、それじゃ。バカな女。同行していただけませんか？殺人犯に。あ、何を。君のおかげだよ。そう、大した人気者だったよ。だからこそ。よし。今頃分かったのか？
これがくだらない正義の慣れの果てだ。指導さん、名前を呼ぶなと言う。あとはちゃんと。子供の連続死はさすがに仲間割れに見せかけて、ともほとぼりが冷めた頃に敵討ちなんてこと。所詮烏合の衆、復讐念のため監視を頼んだぞ。死の恐怖に怯えて暮らしてもらいます。おかしな猫も見つけ次第殺す。わかりました。所詮猫ですし。それよりもそろそろ自殺の処理が始まっている。発表されれば忙しくなりますよ。こちらも対応の準備。あと近いうち病死でもする。これを見せろ。怪盗アリババ。私はアリババ、正義の怪盗の一員である。新島さえ、お前の正義を問う。これを私。明智五郎は悪党である。奴が来たのは尋問のためではない。囚われた怪盗を殺すためだ。署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺で、どうです。ええ、監視にはこちらの手のものを。漏洩防止のため消えてもらいます。監視に出会っても信用するな。そいつもグルだ。では詳しい手順を教えてやる。お前が救え。私が。何か？いえ、それより誰かここへ。誰も来な。来るはずないじゃないで。監視はこちらの手の。全て本当。明智君だけど急に呼び出されて来られなくなった。は？私が代わりに始末を頼む。剣。あなた、ここに残ったら証拠隠滅で消されかねないわよ。命が惜しかったらすぐ身を隠して。ここでの私とのやり取りは他言無用よ。誰も信用しないで、全て忘れなさい。お伝えしておりますように、本日午前捜査本部は会見を開き、怪盗団を名乗るグループの主犯格とみられる容疑者を拘束したと発表しました。容疑者は未成年の少年という。あんちゃん、目線もらっていいかな。すいません。ん？あれ捕まっちゃったの？
面白かったのにね。次のカットだけど、アイドルのお忍びデートって手はどう、アンちゃん。驚きましたね。これほどの事件の犯人が未成年とは。でも未成年の身柄確保を早々に発表したというのは警察側の自信も。あれ、もしかして。あら、リュウジ君じゃない。久しぶりね。え、心配してたのよ。急に来なくなるから。もう高2よね。練習は続けてるんでしょ。あなたの走りもう一度見たいわ。なお、少年は黙秘を続けており、自分以外の関与も認めていないとのことです。ですが、これまでの数々の容疑からどうしちゃったんだろうね。ね、珍しくかけてないな。調子出ない。いや、注意したんじゃない。君なら普通にしていれば将来の心配はないさ。普通にね。高校生となると連絡なんかはどうやっていたんでしょうかね。今は日本でも場合によっては通信傍受ができるんで網にかかるかもしれないですね。ただここ最近怪盗団に狙われた人物は次々と意識不明になるなど実害も被っています。暴力を振るったわけではないようで、これも手口に謎が多いですが、警察は殺人未遂で立件したい考えのようですね。意外だな、君が進路表まだとは。なくしたかと思って探したよ。すみません。ま、成績優秀で生徒会長だしな、どこ希望したって十分入れるだろう。例の回答も君を見習えばよかったのにな。捕まったの高校生なんだって。回答なんてどこで道踏み外したのかね。少年は過去に傷害事件を起こして保護観察中だったという情報も入ってきています。故郷に住めなくなってという事情かもしれませんね。動機と関係するかもしれません。これでお父さんも少しは報われるね。結局あんな連中に何も変えられやしない。世の中を動かすには相応の資格が必要だよ。最近帰りが遅いんだって。よくないな。遊ぶ相手ならここにいるだろう。今入ったニュースです。容疑者の少年が拘置所内で自殺を図り、死亡が確認されたとの情報が入ってきました。繰り返します。容疑者の少年が拘置所内で自殺です。新たな情報が入り次第詳しくお伝えしますが、容疑者死亡です。これは手口の解明が厳しくなりますね。よほど強い動機があったということですかね。これは。なバカな。なんてな。お前はこ、なぜ死な、思い出したか。お前は朦朧とする意識の中で、そう、お前は破滅から逃れるため死ぬ必要、とんでもないこと、そのようなことを、さて、かけてい、行くぞ。気づいたか。パンケーキの話だよ。聞こえてなきゃあのリアクションはない。我が輩も社会科見学の時だ。
あいつが我が輩の声を聞いたの。怪しいだろ。あ、よし。ちょっと調べてほしい。もう一人携帯で話してる時の内容。それは我が輩も、うん、そいつの携帯に盗聴器を仕掛け、お前でも無理。無理なんて言ってない。ふん、決めた。この作戦上出来だぜ。お、楽しみだな。なるほど、ここを使って。一か八かだけど、いけんじゃない。やっと。まだゲーム、お前にはまだすべきことが。
少年リーダーが死亡して以来、警察庁は事件の全容か。遅くなりました。上で待ってるぜ。降りてくるように伝えといてくれ。連れてくるからよ。お姉さんですよね。誠から話は。双葉ちゃん、夏は迷惑かけて。終わったことだ。つかあのクソ探偵。連れてきたぞ。こんにゃろ。元気だった。そんな冗談言える。顔を見ると明智のアホは騙されてることにまだ気づいてねえだろ。それにしても死んだことになってる。何も知らないお姉ちゃんが彼をここに。いきなりタクシーでこいつを連れてきて、かくこっちは死にましたって発表。一刻を争う。マスターには教え。怪盗団のリーダーは死んだと。はあ、敵に異世界にいる偽物を殺させたんですよ。ちょっと待っ、敵だの偽物だのさっきから何言ってる。俺たちをはめた真犯人がいる。そいつの正体をつかむため。真犯人？そうか、お前ら誰。明智五郎です。彼が裏切り者だということは。反撃のきっかけをくれたのはあいつ。あいつなら真犯人は明智って。その話は出せなく。お姉ちゃんに明智を警戒させるわけにはいかなく。それにお姉ちゃんも取り調べ官も絶対信じなかったでしょ。そうね、確かに明智は怪盗団逮捕の功労者。つまりわざと明智を泳がす。ダメだ。さっき出現したんですよ、モルガナの声について。うちの猫モルガナ喋れるんです。ああ悪い。ああごめんなさい。本当恐れ。いまさか今のも何か喋っ。でも聞き取れなかったでしょ。初めはみ異世界のモナは普通に喋る。それを実際に聞いて、あ、モノ喋れんだって頭。認知の変かな。明智のやつ下手な演技するからバレ。明智、学園祭で会った時モナが喋るのを初めて知った風だ。でもずっと、ま、我が輩あそこがいいぜ。来る時見えた。あれ違ったかな。おいし、あの時パンケーキって言ったの。ってことは明智はあの段階。そんな嘘ついてたってことは、思い返しておかしいって思ったんだ。我が輩たちが一番やぶ。そこで双葉ちゃんに盗聴。携帯を見せてもらうふりして。ドキドキだったけど。しかしあの一瞬で仕込まれるとは。さすがの名探偵も。あの時は双葉の変人キャラだ。演技だあれで。何日か粘って裏切り確定。じゃあ僕が警察をパレスに手引きし、怪盗団を現行犯逮捕させます。あんな手口じゃ現行犯以外は無理でしょう。捕まえたらあとは僕が始末しますよ。そうですね、署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺で、どうです。初日は公安直々の取り調べだそうで、あの特別棒なら僕の仕事もたやすい。マジかい。ええ、看守にはこちらの手のものを。漏洩防止のため消えてもらいますが。しかもでは逮捕翌日には手配を。これで大勢を廃人化させた凶悪犯は
自らの手で人生に幕を引く。そして悪を葬ったあなたは英雄となる。もちろん僕もね。様子がおかしいとは思っていたけど、まさか正義の名探偵どころか廃人化犯罪の実行犯。さらに明智の背後には何者かが。相手は署内での暗殺を指示できるような強い権力を持った者だから、先手を打たれる前にこっちから仕掛けたんです。なるほどな。明智をお姉ちゃんの認知世界におびき寄せ、偽物を殺させて死んだと錯覚させる。そこ詳しく教えてもらってもいい？無断で利用してすみません。騙し返すための条件。まず認知世界の中に現実そっくりの場所が存在。あの世界は現実が元になってっから、歪んでないとこは現実まんまなんだ。だからそんな場所で入り込むとナビを起動した本人以外は気づけないんです。鴨志田の時駅から気づく。とにかく誠から作戦の提案を受けた時にはすでに単独で新島さんの異世界を調査済みだ。あの提案にはぶっちゃけ理解できなくて。任せて大成。普段冷静なくせに思いついたら直情的な。明智への対抗意識もあった。何よりお姉ちゃんがターゲットになったことで、いても立っても。私が怪盗団に加入したわけはお姉ちゃんの心を治すため。手柄のことばかり考えて必死だった。そうね、どうかしてたわ。分かってあげられなくて。それは新島さんが取り調べをすることはまこちゃんから。尋問の場所は私の脳。ごめんなさい。続けて。異世界を調べて確認したことは2。警察ビル内の尋問室周辺で敵との遭遇や怪盗服への変。もう一つは風景や細部が。誠からそれを聞いた後、明智にバレないように。それから異世界の尋問室に認知存在の彼が現れる。当然捕まっていない状態では尋問室にはいません。でもカジノの客や警察官を見て大丈夫だと確信した。どこをどう見ても実物の人間にしか見え。そっから先は お姉ちゃんのシャドウを倒すところまではけど、予想外の警察の待ち伏せにあって肝心のお宝を持ち去れなくなってしまう。というのは事前に空のアタッシュを仕込んでお宝を持ち去る演技をした。警察が来るのは知って。警察が確実に待ち伏せしてんで、あいつ警察に捕らえられるところまでは。私は何も知らずに。でもどうやって明智を認知せか。座標を取ればやれる。明智はパルスで偽物を始末して現実の尋問室にいたリーダーからすれば分半者だろう。誰も来ない、何も起きない静かな部屋でふんぞり返って。そのために私に携帯を。君の言葉に動かされるまま受け取ったけど。この目で見られん。私だって急にスマホに届いて。参った。じゃあつまり私も一瞬異世界。短時間ならパレスに本人が入っても危険は少ない。携帯電話を託したもう一人。アリババからのメッセージに従って監視を騙して彼の脱出を手伝ってもらうこと。尋問室へ引き返させれば
新島さんを異世界から返すのも同時に。つうか慌てて戻られて暗殺帰りの明智と鉢合わせないように結構言い方考えたんだぜ。あきれ、私の中で大尋問中に明智の手。そうね。どういう。お姉ちゃんを味方につけなければ双葉の計画、その説得こそお姉ちゃんと事前の話し合いなんて不可能。でもあ真犯人の計画を伝えられさえすれば、怪盗団のリーダーは真実を言っていて、結果私に。そう、乾杯だわ。明智に偽物を殺させたのは、遺体はどうしたの。警察は遺体をろくに確認しなかったんで。はあ。射殺された遺体が自殺に偽装できるよう検視官の協力者がいました。検視官はろくに自殺現場も確認せず、偽造書類が素通り。そう。出なければ署内で射殺なんて無謀ですよ。協力者の存在も。私は双葉ちゃんのメッセージと看守の何も知らない警察上層部は蜂の巣をつついたような大す。結果明智の計画通りに獄中自殺だと報道され、その騒動の裏をついてモルムに遺体がないことへの偽装工作も成功。尋問中の拷問もひどすぎ、平然と暴力や薬まで使うなんて。もし意識を失って携帯の件を言えなければ殺す。本当どれだけた。でも彼が尋問を受けてる間、歌といっても、ま、俺はあの瞬間、俺もそう信じたかったが。リュウジは能天気で、ど猫は黙ってろ。ほとぼりが冷める。生きてると分かってても。今思えば私が尋問を許されたことなんて陣頭指揮官に対する形式だったのね。死ぬ予定の相手を尋問してたなんてひどい茶番。いいわ、助けてもらう。心強い。さて、ちょっ、ああ、それと、安心できるアジトがいるだろ。行ってくれれば。そんな。迂闊に外へ出らんねえやつもいるんだ。下で誰が聞いてるかもわからんじゃ。もともとそのぐらいで温存するほど賑わってん。お言葉に甘えさせてもらおう。どこかで。明智です。入れ。主犯格の死亡診断書で。いや、それより特捜部長は脳梗塞による病死で。あいつには捏造絡みでかなりしっかり弔って。僕が怪盗の尋問室に入れたのも。検察も彼の死で混乱しているようだ。それにしても怪盗様々ですよ。おかげで僕は英雄だ。邪魔者はいなくなった。選挙の勝利も。続きまして、公示日を前にして、公示は今月23日、投票は来選挙ね。そろそろ再開し、怪盗団も再集結したし、いよ。その黒幕は明智のやつ。殺した後に安心してポロ。指導さんって。指導。警察の内部に通じてるな。指導、指導正義か。それ確か政治家の。ほら、リュウジが演説うるさいって言ってた。マジ？指導が黒幕。え？証拠で。物証はないわ。ただいろいろな条件。まず
精神暴走事件や官僚の不祥事で現政権がダメ、怪盗団に対しても批判的な態度を貫いて選挙を目前に、しかもこの選挙後で勝てば、た選挙を狙いすまし、もし本当に黒幕なら清廉なパブリックイメージとは正反対ね。今の地位や人気は廃人化の恩恵に過ぎないって。絶対にお母さん。指導くどうしました。あいつが関わっている前の仕事のつてでな、若葉の研究を潰して資料を押収したのは多分、いやそもそも若葉が死んだのからして指導が絡んでいるけど、俺は何もできなかった。双葉を守ることを選んでみよう。そりゃ言ったらお前ら絶対に向かって行っただろ。返り討ちに会うに決まってる。邪魔者は殺して当たり前。廃人化は精神暴走に関連する政府研究データの所在を追って、関係者はマスターもその一人。廃人化と精神暴すべてが関係していたなんて。指導は昔から総理になると周りに言っていた。このまま指導が総理、それ以前信念もない。そんな腐ったやつ。ああ早速ナビで確認。総理候補指導正義っと。ヒットしました。来た。場所はどこだ。政治家って裏金とか。あいつら普段どこで何して。パレスは政治家の集まる場所でしょ。候補が見つかりました。反応した。国会が居城など傲慢にもほど。次のターゲットは手下より元を叩く反対のやつ。もちろん相手にとって不足はない。みんなで勝とう。敵討ちだ。満場一致だな。あとは議事堂を何だと思ってるか。あのアプリなのね。おっさんにはわかんない。選挙前日には片付けを終えるべきね。総選挙は12月18日。遺体処理の偽装がバレる前に急いだ方がいい。じゃあ早速明日から放課後。つか学校どうすんだ。死んでたら顔出せなくね。川上先生は実家の都合でしばらく帰省中って言って。学校にはそう届けてや。じゃあ生きてんのバレんなよ。どういうこと。今回の作戦には、あ、指導は怪盗団に罪をなすりつけたくさんの人生を狂わせたり、学生そんな大悪党。警察が怪盗団のリーダーは獄中自殺って発表したの。死んだはずのリーダーが派手に名乗り、自分は脱獄した。関係者。お前ら。俺らだから実際に捕まってし、とんでもない。でもまだ第一ラウンドを取っただけ。ああ俺たちを罠にはめて殺そうとする。気を引き締めていかない。ようやくここまで来た。当時あなたはおかげで出る腐った老害どもの罠にはまる。その時だったな。例の認知の研究を。僕はトラブル相手を暴走させてスキャンダルをなかったことにした。まさかそんなお前が今後も支援すると言ってきた時は。志の高い思想に、国の将来のためにも。まあ信じたからこそあの研究を合意。力はお前だけが使えればいい。解明されては厄介。一色若葉でしたっけあの研。どんな小さな懸念も、ね、何しろこちらには。呆れますよね。出世を狙って特捜部長自ら証拠書類の捏造言われた時驚いてましたね。あの人はだまあ、こっちはシャドウから聞き出したわけ。すでにこの国の情勢は政界には既得権益の中毒になった。大衆はそんな政治を見限ってもは
同感ですね。無能な奴らと一緒に滅びてやることはない。理想の達成には時に邪魔者の排除もやむな。とはいえ性的の死亡やすだから、僕が暴走させたターゲットを僕自身カリスマ名探偵のおかげで私は清廉潔白なイメージを民意さえ得てしまえば警察だって例外じゃない。もともとこちらは検察の怪盗団が出てきた時、調べてみればただのガキどもだ。あなたからそのアイディアを聞いて、怪盗人気の盛り上がりは少し予想を超えていたが、おかげで私はただ折しも現政権は不祥事続きで完全についには与党内までも分裂いよいよだ。だが就任が人任せで利己的な国、つまり世界と渡り合う、皆私の思想に共鳴して、そのためには少しばかりの犠牲は、それが選ばれし者で、しかし私が総理になった暁には、今回の一件で僕の名は全国、いや世界にまで轟く、人心を操る怪人に法の力と頭脳で打ち勝って、あとは出しゃばらず。お前くらいの年じゃ、そう将来のことは。学校には気にすんな。それに指導が生きようが死のけど、お前の敵だって思うととことんまでつき、まあなんだ。さてと。ああ、やるか。 I'm a shapeshifter。